ということで、先ほど見ていただいたのは、特急カムイの車内で撮った映像ですね。改めてじっくり見てみます。札幌駅の駅弁、幕の内弁当石狩ですね。札幌まで来てね、幕の内弁当っていうのもなかなかおつですよ。札幌の有名観光地がすべて箱に書いてありますね。いいですね。中を開けてみましょう。中はこのようになってますね。鮭がいいですね、これ。この照り、やっぱ本場は美味しそうだね。ホタテとかね、牛のすき焼きも入ってますね。で、イカの、確かこれイカのつみれのフライだったかな。いや違う、あ、そうだね、イカつみれフライとね、磯辺揚げが入ってますね。で、ふきとかね、煮豆とか入ってまして、で、北海道産のご飯ですね。いや、幕の内と言いながら、もう何気に北海道の幸が満載な感じですよね。いいなあ、こういう駅弁好きですね。食べてみたいと思います。では最初は鮭、プリプリです。うん、美味しい。ご飯、脂が乗ってるな。ご飯によく合う。うん、きんぴらもね、シャキシャキ。駅弁屋さんのきんぴらとしては相当美味しい方ですね。牛すき焼き、贅沢ですね。これもなかなかですよ。ふき、太いねこれね。うん、イカのつみれフライ、おいいねこれ。最高だね、この幕の内弁当。石狩、おすすめです。ぜひ見かけたら買ってみてください。